命より勉強が大事なのかある高校生が訴えています新型コロナウイルスの感染が広がる中静岡県内で高校生や生徒の保護者らから学校再開の延期を希望する声が広がっていますある男子高校生はこのように訴えています静岡県はなぜ学校を再開しようとしているのでしょうか 命より勉強が大事だというのですかこの男子高校生は昨日の午後賛同する署名およそ2800人分を県にメールで提出したといいます署名活動は昨日から再開した県立高校の休校期間延長を県が決定するまで続けるということです